日本航空は今日午後、会社構成法の適用を申請し、法的整理の手続きに入りますが、国際線、国内線とも混乱はなく、通常通りに運航されています。日航を支援する予定の企業再生支援機構は、すでにマイレージなどを保護することを明らかにしていますが、利用者からは不安の声も上がっています。はい、心配ないし。あれだけはね、継続してほしいなメリットあるんでね会社構成法適用の申請を受けて再生支援機構による支援が正式に決定します。夕方には政府が声明を出し、その後日航と再生支援機構が再生計画を発表する見通しです。